皆さんこんにちは、今日は、ちょっとラジオっぽく、お届けしていきたいと思います。いつも、インスタライブの方で私が、インスタ担当として京都各地を巡っているんですが、ちょっとラジオで、音声でいろんな方のインタビューをしていけたらなと、まあインタビューというよりもお話をしていけたらなと思ってまして、今日はちょっと第1回、インスタライブにも2回ほど出てもらっている、MK タクシーの吉田ドライバーに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと初の試みなんですけども、MK タクシーのインスタグラムでは、毎週2回、火曜日と木曜日のお昼12時15分から、インスタライブやっておりまして、そちらをたくさんの方に見ていただいてるんですけども、今日は、音声だけで、ちょっとながら聞きをしてもらえたらなと思って、YouTube に、アップしております。今日はですね、二尊院に行ってきまして、その、帰りに、今、川の音は聞こえるでしょうか。あとは、セミの声もまだしてるんですけども、吉田ドライバーと一緒に、今、これを撮ってます。はい。ということで、改めてちょっと、自己紹介をしてもらえますかね。はい。はい、そうですね。私は MK の、ハイヤーのドライバーの吉田浩一郎と言います。2011年入社なので、もう丸10年、今11年目に入ってます。まあ、ハイヤードライバーということで、まあ、いろんな仕事をさせてもらってるんですけども、京都なので、京都の観光案内とかを中心に、その他いろいろ、VIP の送迎だったりとか、いろんな仕事をさせてもらってるというような感じですね。まあ、あとは、若手のね、新卒で入ってくる若い、ドライバーとかの、まあ、教育というとちょっとおこがましいですけども、若手が早く活躍できるようにと思いながら、ちょっと、経営企画部とか人事部の方々と一緒にいろんなことを今、あれやこれやとやらせてもらってるっていうような感じです。で、まあ、会社ではですね、留学制度があるので、2ヶ月だけですけども、海外留学制度でイギリスの方に2ヶ月ほど留学行かしてもらって、で、まあ、帰ってきてから英語の勉強なんかもさせてもらって、今は一応英会話ドライバーとしても、お仕事させてもらってるっていうような感じです。なるほど。ありがとうございます。留学も行かれてたということで、はい。ちょっと、そのあたりの話も聞いてみたいなと思うんですけども、留学は、どこに行かれてたんですか？国は？国はね、はい、イギリスですね。まあ、イギリスの、まあ、聞き覚えないかもしれないですけど、ちょっと南の方の、ボーンマスっていう町があるんですけども、はい、まあ、夏はね、もうビーチが近くて、すごくリゾートっぽい町。このロンドンっていう、まあ、中心部からは、まあ、バスとかで2時間ぐらいの距離なんで、ちょっと田舎っぽいけど、リゾート地っていうような、まあ、関西エリアで言うと、なんか和歌山県、白浜みたいな、そんな感じの場所かなと思いながら、そんな場所でしたね。なるほど。わかりやすいような、わかりにくいような。そうなんです。僕もでもイギリスね、ちょろっとだけ、数週間だけ行ってたことがあって。そうなんです。それは留学ですか？語学留学みたいな感じで。まあでもすぐ帰ってきたんですけど。そうなんですね。だから、海外語で、外国語もね、はい。で、西山ドライバー先ほど今日の、この収録の、収録日には、インスタライブ出てもらってたんですが、西山ドライバーもね、中国語は喋れるということで、またちょっとこのラジオにも出てもらって、はい、と思います。そうですね。はい、かなりいいキャラしてる。はい、いいキャラがね、炸裂してました。今年2年目ぐらいのね、はい、ドライバー、インスタライブのアーカイブとか見てもらうと、はい、そのいいキャラ具合が結構わかるかもしれないです。そうですね。中国語は堪能で、はい。ね、すごいなと思いますね。うん。ちょっとインスタグラムの、IGTV アーカイブとか、YouTube にも、まあ、もし、あげれたらあげようと思うんですけれども、9月の、21日の配信、よかったらチェックしてみてください。はい。
吉田ドライバーとは、そうなんですよね。その MK でいろいろと部門をまたがって、新しい取り組みとか、進めていまして、まあ、インスタライブに出ていただいているのもそういった一つで、で、まあ、この今の、音声の収録も一緒にちょっとやってみませんかということで、やっております。はい。ちょっと初回なんで手探りですけども、皆さんからあれですね、質問を受け付けたりとか、ね、しながら、ちょっとそれに答えていったりとか、そういうのもいいそうでですかすね。ね。勝手に喋れと言われれば、はい。いくらでも喋るんですけはい。そういう感じでね、ちょっとゆるく。で、京都の、インスタライブで各地訪れてますけど、そういった方々、そういった場所の、訪問している場所の方々にも、ちょっと、お話を、聞きに行くみたいなこともやっていきたいと思うので、いいですまよたね。皆さん引き続き聞いてもらえたらと思います。はい。で、インスタグラムの方では、ライブ配信、まあ、週2回やっているとお伝えしたんですけど、MK のコミュニティというか、MK 京都ライブメンバーズとして、コミュニティも開設してまして、そちらは、まあ、ライブ配信の、ご支援を、募っております。週2回の配信、応援してくださる方は、またそちらの入会も検討いただけたらと思っておりまして、メンバーの方限定の、配信であったりとか、まあ、昼に限らず、これは、夜とか、休みの日とか、またそういった時にも、皆さんが見てもらいやすい時期にしたりとか、オンライン、あとは、まあ、もうちょっと時期が、例えばオフラインでの、なんていうか、オフ会というか、ミーティングみたいなことを皆さんとやったり、リアルツアーをメンバー限定で企画してみたりとか、なんかそういったこともやっていきたいと思ってますので、ちょっとまあコロナでいろいろ大変な時期なんですけど、まあそれが落ち着いたとしても、ちょっといろいろと皆さんと、交流していけるような、取り組みとか企画を、やっていきまして、京都の皆さんと一緒に、まあ、ちょっと盛り上げていけたらなと思っております。はい。ちょっと今日は吉田ドライバーに来ていただきましたが、またじゃあちょっと、これ前半として 後半じゃあもう一度撮らせてください。はい、はい。後半戦。このじゃあ、アップロードした後に、ちょっと質問とかも受け付けさせてもらって、はい。で、後半戦、また吉田ドライバーに、お話聞いてみたいと思います。なので、皆さんちょっと聞きたいこととかありましたら、コメント欄とか、送ってください。吉田ドライバー、仏像があれお得意なんですよね、一つは。そうです。一つ個人は。的に、はい。好きという好きなんか、です。この仕事をやっていくにあたっはい。て、いろいろ勉強していった中で、知っていくとだんだん面白くなってきて、仏像とかね、はい。その仏教についてとかが、好きになったっていうのが一つきっかけですね。ああ、なるほど。あとはもちろん、京都各地のいろんな、スポットのこそうとですも、ね。基本的に、京都全般的に、ある程度ご案内はできるようには、勉強はしてますし。はい。あとはなんかね、VIP の方もお連れされるということで、なんかそこら辺の、話していい範囲でのエピソードとかも、ちょっと前ね、お伺いしてたらとっても面白くて、私も。なので、ちょっと皆さんにもお話できる範囲のことで、なんかそういう、なんでしょう、お仕事の時のお話とかも聞けたらなぁと思っておりまして。はい。あとはなんか、趣味とか、お菓子とか好きですか？和菓子とか好きですか？和菓子 なんか、どのあたりに皆さんね、質問、まあ、広くしてもらったらいいと思うんですけど。趣味としては、スポーツ系でいくはい。と、昔からずっとサッカーやってたのああ、で、そうなんですか。サッカーとかフットサル、今ちょっとコロナでなかなかできない状況ではありますけど、サッカー、フットサルと、あとは、1年前ぐらいから、ゴルフを始めお。て、ゴルフも一生懸命今、一番楽しい時期というか、ゴルフやる方はわかると思うんですけど、まずは、スコア100を切るっていほうほ。のを、第一目標にやるんですけど、今そこの目標がはっきりあって、ちょくちょく上達してる感じが、すごい楽しくて、仲間とゴルフをやったりっていうのが今、
一番、まあ、スポーツ系では趣味で、あとはまあ、もともと観光だったりとか、あの、ちょっと美味しいご飯屋さん行って、とか見つけたりとか、あとはうまくはないですけど、写真を撮るのも結構、まあ、好きは好きなんで、まあ、趣味がいっぱいあるかというと微妙ですけど、まあまあ、そんな感じですかね。ぜひ、じゃあそのあたりのお話も皆さん質問いただいたりしながら、あの、カメラもね、今弊社もそのカメラドライバーとして、あの、ホームページにマップしてるんですけど、カメラが好きなドライバーと一緒に、あの、京都を巡ってもらったりとか、そういったこともやっておりまして、何件かね、もう、そうですね、あの、何でしょう、配車いただいてます。はい。カメラドライバーの子たちの、テクニックというか、は結構本当にプロ並みで、はい、まあ、僕から見て本当すごいなっていうような、写真撮る子ばっか、うん、あの、社内のね、MK フォトコンテストみたいなやつもあるんですけど、はい、そんなに入賞、してるのも見るとすごいんで、まあそういう子らのカメラとかね、でお客さんの写真を撮ってっていう、まあそういったツアーみたいなのもあって、すごいいいなと思って。そうですよね。ドライバーのなんか特技とか好きなこととかも、あの皆さんにね、あのいい形でこう提供して、また旅を楽しんでもらえるような風になっていくといいなというふうに思いますね。うん、で、またこうして、吉田ドライバーにもちょっと何回かね、そして西山ドライバーにもあの、ライブ配信出ていただいてるんですけども、皆さんにもちょっとこれからどんなとこに行ってほしいとか、もし、あの、リクエストあれば、それもコメント欄までいただけましたら、吉田ドライバーとちょっと相談したりして、行きたいと思いますので、そちらも、あの、ぜひぜひコメント欄までください。ということで今日はじゃあ、これぐらいで第1回ちょっとあの半分お試しでやっておりますがでもこれ今ちょっと外で撮ってるんですけど、まあこういう形もいいかもしれないですね。こうやって歩きながらとか、ね、自然の中でこうお話ししながらっていうのはちょっとどんな風に収録できてるかわからないんですけど、はい、いいですか。ちょっとじゃあ後半戦、皆さんのコメントをインスタでもちょっと募集しましょうかね。あの、いただけたら。後半ちょっとそれも参考にさせていただきながら、はい、と思います。ぜひぜひ。はい。ということで、はい。初回はこんな感じで、終わりたいと思います。ではまた、第2回、吉田ドライバーの後半とか、まあ、他の方のちょっとインタビューもしていきたいと思いますので、ぜひインスタライブと、共に、こちらも、あの、聞いてもらえたらと思います。では、また皆さん、聞いてください。と、グッドボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。では、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。